ジャンクリストフ。ロマンロラン。前回の続きからです。彼らは二人とも現在の地位よりずっと優れた人たちだった。あるのしは多くの思想を持っていた。 しかし今ではそれを書くだけの時間も勇気もなかった。論説や書物を世に発表するにはあまりに多くの奮発が必要だった。それほど努力外のあることでもなかった。無益な虚栄心に過ぎない。彼は愛する思想からに比べれば取るに足らぬものだと自分を思っていた。立派な芸術作品を あまりに愛していたので自分自身で芸術を作ろうとは願わなかったそういう志望は横柄な滑稽なことだと考えられた自分の役目は立派な作品を広めることのように思われたそれで彼は自分の思想を生徒らに利用させておいた 生徒らは後に彼の思想を利用して書物を作るだろう。もとより彼の名前を挙げはしないで。書物の勾配に彼ほど金を使うものはなかった。貧しい者こそ常に最も気前がよい。彼らはいつも書物を買う。止めるものはただで書物を手に入れなければ不名誉なことと思っているらしい。 あるのは書物のために金を使い果たしていたそれが彼の弱点で欠点だった彼はそれを恥じて細君に隠していたとはいえ細君はそれを彼にとがめようとはしなかったし自分でも同様のことをやりかねなかったそれでも彼らはイタリンへ旅するつもりで なかなか実現できないことは自分でも分かっていたがいつも立派な倹約の計画を立てていたそしては金を残しえないことを自ら笑っていたあるのは自分で自分を慰めた愛妻とそれから研究と内心の喜びとの生活だけで彼には十分だった 細君もそれで十分ではなかったろうか十分だと彼女は言っていた多少彼女の上にも及んできて生活を輝かし安楽をもたらすようなある名声をもし夫が持ち得たら嬉しいだろうということを彼女は言いえなかった内心の喜びは立派なものではある しかし外部の多少の栄光も時には極めて嬉しいものだ。しかし彼女は内気だったので何も言わなかった。その上彼がもし名声を得ようと欲しても果たして得られるかどうかわからないことを彼女はよく知っていた。今からではもう時期遅れだ。 彼らの最も残念なのは子供のないことだったそれを彼らは互いに隠していたそして互いにますます愛情深くなっていた哀れにも互いに相手の許しを求めてるがようなものだったあるの夫人は親切で情愛に扱かった エルルスベルゼ夫人とも喜んで交際したに違いないしかしまだなしえないでいた向こうからその気を見せてくれないのでクリストフに対しては夫妻とも近づきになりたがっていた遠くに聞こえる彼の音楽に魅せられていたしかしこちらから進み出てゆくことはどうしてもできなかった 彼らにはそれが押しつけのように思われたのである2階はフェリックス・ベール夫妻が全部占領していた。浮遊なヨデヤ人で子供がなく1年の半分はパリ付近の田舎で過ごしていた。この家に20年来住んでいた。けれどいつも通りがかりの他国者らしい様子をしていた。 隣の人たちへかつて言葉をかけたことがなくいつまでも最初やってきた時と同じようにあまり人から知られていなかったしかしそのために人からかれこれ言われないというわけにはいかなかったいなその反対だった彼らは人から好かれていなかったそしてもちろん人から好かれようともしなかった それでも彼らはもっとよく知られてよいだけの価値を持っていた夫妻とも優れた人たちで立派な知力を備えていた夫は60歳ばかりになっていて中央アジアの名高い発掘で世に知られたアッシリア学者だった同民族の多数の者と同じく好奇心に富んだ広い精神を持っていて その専門の研究だけに閉じこもっていずに美術社会問題現代思想の各種の現れなど無数のことに興味を持っていたがそれでもなお彼の心を満たすに足りなかったというのは彼はあらゆることを面白く思ったがよくあまりに頭がよく何者にもあまりにとらわれなくて。 一方方ののの手手ででこししらえ上げたたものを他方の手で壊しがちだった実際彼は著作や理論などを多くこしらえ上げていた非常な勉強家だった自分のしていることを別に有益だとは思わなかったが習慣によってまた精神的節制法によって自分の痕跡を学会に気長に 深く刻み続けていたいつも災いなことには浮遊だったそのため生存競争の興味をかつて味わったことがなかった東方諸国における努力にも数年の後に空いてしまってそれからはもう何らの公職にもつかなかったそれでも自分一人の勉強以外に疑似問題 実際直接な社会改革、フランスにおける社会教育の改造などに先見の命を持って関係していたいろいろな意見を発表して主張をこしらえていた思想界に活気を上げながらすぐにまたそれにも嫌気がさしていた議論によって多くの人を論争に巻き込み最も痛烈な。 最も圧倒的な批評を加えて彼らを悲憤させたことも一度ならずあった。彼はことさらそんなことをしたのではなかった。それが生来の欲求だった。極めて神経質で皮肉だったので他の迷惑となるほどの明敏さで事物人物の滑稽な点を見抜き。 それを容赦することが困難だったいかに立派な主張も人物もそれをある角度から見たりある拡大な施して見たりすれば必ず何らかの滑稽な方面を表すものでありしたがって皮肉な彼にはそれを長く尊敬していることができなかったそれゆえ彼には友人ができようわけはなかった。 しかし彼は他人のために測ってやるという善良な意思を持っていたし実際それを行っていたけれどもあまりありがたいとは思われなかった彼の世話を受けた人たちでさえ彼の目から滑稽に見て取られたことをひそかに許しがたく思っていた彼は人を愛せんためにはあまりによく人を見ない方がよかった 彼は人間嫌いなのではなかった。人間嫌いの役目を成し得ようとは自分でも思ってはしなかった世間をあざけってはいるがその世間に対してむしろ臆病だった内心では自分より世間の方が道理でないとは確信できなかった他人とあまり異なったふうをするのを避けていたし 表面に現れている他人のやり方や意見に乗っ取ろうと努めていたしかしいかにしても無駄だったそれらを批判せずにはいられなかったあらゆる誇張されたものや単純ではないものに対して鋭敏な知覚を備えていたそして自分の苛立ちを少しも隠しえなかった ことにユダヤ人らの滑稽な点には彼らをよく知っているだけになおさら敏感だったそして人種間の策を認めないほど自由な精神を持ってたにもかかわらず他の人種の者らが彼に対して設けている策にしばしばぶつかったのでまた彼自身も不本意ながらキリスト教的思想なんかでは異教にある気がしたので。 彼は威厳ある孤立を守って自分の皮肉な批判癖と細君に対する深い愛情とのうちに引っ込んでいた災いなことには細君もまた彼の皮肉な目から逃れなかった彼女は親切で活動的で自分を役立たせたいと願いいつも慈善事前授業に携わっていた 夫よりはるかに複雑でない性質の彼女は自分の道徳上の誠意のうちにまた自分の義務としている多少かくなな理知的なしかしごく高尚な意見のうちにうずくまり込んでいたかなり憂鬱で子供ももなく大きな喜びもなく大きな愛もない彼女の全生活はその道徳的信念の上に築かれていた。 が信念というも実は信じたい意志に過ぎなかった夫の皮肉な目は彼女の信念のうちにある勝手な欺瞞の方面を見逃さなかったし心ならずも関わらずにはいられなかった彼は全く矛盾で出来上がっていた義務については細君に劣らぬ高尚な感情を持っていたがまた同時に解剖し 批評し欺かれたくないといういちずな欲求を持っていて自分の道徳上の命令を寸断し粉砕していた彼は細君の立脚地を覆していることには気づかなかった残酷なまでに細君を落胆させていたそれに感づくと彼女以上に苦しんだしかしもうやったことでしかなかった それでも彼らはなお続けて忠実に愛し合いい働き善を行っていた。しかし細君の品位を保った冷然さは夫の方の皮肉さと同様に人からよく思われなかったそして彼らはあまりに高く止まって実際に成してやる善や善を成したいという願望などを公言しなかったので。 人々は彼らの控えめなのを「冷淡」だとみなし彼らの孤立を「利己主義」だと見なしていた彼らは人からそういう意見を持たれていると感じれば感じるほどますます用心してそれを打ち消そうとは努めなかった同人種の多くの人たちの露骨な無遠慮さに対する反動から傲慢が多く宿っている。 極端な遠慮さのために彼らは犠牲となっていた小さな庭から数段高くなっている第1階には植民地方兵の将校で今は退職の身となっているシャブラン少佐が住んでいたまだ若々しい元気な男だったスーダンやマダガスカルで華々しい戦いをしたこともあったが その後、にわかに全てを投げうってこの住居に腰を据えもう軍隊のことは噂を聞くのも嫌がり花壇を掘り返したりいつまでも物にならぬフルートの稽古をしたり政治のことを憤慨したり愛する娘をいじめたりしながら日々を過ごしていたその娘というのは30歳の若い女でごくきれいではないが愛嬌があった 父親に一心を捧げ父親のもとを離れたくないので結婚もしないでいた」。